きぶり。さあ、この枠はですね、ちょっとメイクをしていきたいなと思います。今日はカーラーで前髪巻きながらちょっとメイクしていこう。今すっぴんで、保湿だけ終わってる状態なので、ここからメイクしていきたいと思います。なんか5月入ってきてさ、結構肌の調子戻ってきたんだよね。なんか3月4月は花粉で結構肌荒れがひどくて、そう、しかもね、なんか運気的にも肌が荒れる運気だったから、そう、それを脱却しつつあるので、まず日焼け止め、今日は日焼け止めにしたいと思います。下地じゃなくて日焼け止めクリームを塗ります。そう、運気も肌が荒れやすい、健康面気をつけてくださいみたいなのが4月の運勢で、だから気をつけてはいたんですけど、あんまり夜更かししないようにしようとか、早く起きるようにしようとか、お風呂とかちゃんと湯船使って温まってとか思ったけど、まあ食事面では結構頑張れたかな。そういったところは、その自炊するの、自炊する機会がすごい多くなったから、料理は上達したと思う、自分の中でね。そうなんですよ。いや、もう肌荒れが止まんなかったので、やっと止まってきてくれて嬉しい。はい、眉毛描いてないの、これ描いてない状態なんですよ。めっちゃ眉毛ある。日焼け止めは普通にアネッサ使ってます。私は小学生の時からアネッサ愛用者なので、アネッサのこのクリームタイプが一番日焼け止めで好きです。絶対焼かない感が強い。下に引っ張りすぎじゃない？いつか垂れ下がりそうだよね。16枚、重力なんですよ。もうちょっとここで色ムラになるのが嫌なので、よし。そういたしましたらですね、あら、私コントロールカラー持ってくるの忘れたなぁ。まあ、いっか、今日は。ピアノの代表的なブラウス。確かに。これザラですよ。かわいいの。ゴチャでも来たかな。ちょっと、どうしても塗りたいやつあるから持ってきますね。ごめんなさい、すぐ持ってくる。よし。なっちゃん、おはよう。おはよう。下はデニムスカートじゃないです、デニムパンツですね。そう、頭に寿司、巻き寿司がついて、ピンク塗ります。ユニットでさ、この曲やってみたいけどさ、なんかこの曲はすごいフレッシュ感がやっぱ強いからさ、なんかこの曲をやるってなっても私選ばれなさそうね。これはケイトのコントロールカラーです、ピンク。でもだいぶ昔に買ったのをずっと使ってるから、あんま良くないよね。そのなんだろう、やっぱりその作られてから時間経ったものはどんどん悪くなっちゃうからさ。でももったいないから使ってるの。お
ちメイクなのでいいか。通学してる世代じゃない。確かにそうだよね。分かってるの。あ、はるか村から五十ハラハラお届けしました。で、ありがとう。はるか村。はるか村も頑張ろうね。一緒に頑張ろう。さあ、はるか村もこのイベント参加してるんですよ。私のお母さんが、すごいショールーム見てて、みんなのショールームの話教えてくれる。あれあれもったいないもんね。そう、なんかクリーム系って意外と消費しないというか、あとファンデーションとかもそう、消費めっちゃ遅いからさ。でもファンデーションなんてほとんど水分じゃないですか。で、なんか調べたら1年以内、1年経っちゃったものはやっぱり新しくした方が肌にもいいらしくて、でもさ、そんなこと言われたってね、残っちゃってるよ。何千円もかけてさ買ったものさ。だから私は使えます。お、ひなたん星集めに行ってくるねって、いってらっしゃい、ありがとう。はい。あ、よう寝坊しました。あるよね、大丈夫、そういう時もあるよ。量が少ないやつとかもあるのか、どうなんだろうね。なんか基本的にそんなに多くなさそうだけど、その入ってる量は、ファンデーションとかメイク用品の顔に塗る系のものは。でもなんかその1日で使う量がちょっとだから、え、めっちゃ光ってる、やば。その1日に使う量がそんなにいらなかったりもするから、そう、何なんだろうね。あ、コンシーラーする前にパレーテルちょっと、まあ、いっか。そういう場合もある。おはよう。キラッと光る鼻、そう、鼻筋が通るようにしました。キラキラン。顎先とテカテカです。別にテカってわけじゃないの、テカらせてるの。顎なじませて、ちょっと今日出しすぎちゃった。口の上もちょっとのせるといいらしい。でも口の上実際さ、1日経ったらほとんど落ちてそう。だって食べ物も食べるし。なんか HKT なセットリストですね。ピクラポトに寄せてガス波音、気配がする、今始まる。これだけスポンジでやるといい。スポンジもさ、もう汚いから私でも使おう。さくちゃんとハルピの声がするですね。さくらさんとハルピさんの声がちゃんと入ってる。じゃん、戻ったって、おかえりなさい。うん、誰もたくさんありがとう。星投げ完了って、ありがとうございます。バッチリですね、ありがとう。この配信はあと何秒ですか。何秒、あと15分かける16なので、違う、15分かける60秒です。憧れ先輩は誰。私はもともとさくらさんがめちゃめちゃ好きで、さくらさんが今もずっと大好きですね。はい、でも入ってからやっぱりその活動をしていくにあたって、先輩方と近い距離で接してきて、なんかもう本当に一人一人尊敬する部分がたくさんあって、選びきれない。そこは12秒にしないといけない。あ、そういうこと。あ、そう、
朝の先生も全然働かなくて、一応おでこのこの白塗っとくか。あ、HKT 推しおしついですが、イベント支援しますよってありがとうございます。応援してくださって嬉しい。 HKT さん好きというか、 HKT さんで結構お話しするメンバーさんが多いかな。そう、博多座とかもあったから余計その以前から話すことは多かったんですけど、はい、ちゃんと始めます、お願いします。はい、眉毛、あー、まいさんもそうですね、まいさんもそうですし、いやでも本当に HKT さんは全員めちゃめちゃいい人たちばっかりで、まんべんなく話す気がする。誰とよく喋る、もちろんあきちゃんがやっぱ一番多いですけど、そうなんですよね、サザエさんのイメージ、確かにこれサザエさんっぽい。眉毛します。オキドキことでもなんとかなるよ、オキドキ涙も、世界にはこんなに人がいるんだ、グーフリー、ちょっとドンウォリドンホリー、はい、前マスカーします。時々踊ったことある、しっかり全部踊ったことはないですかね。感謝祭とあとソロコンで歌いました。はい眉毛しっかりしてるね、この眉毛。でもしっかりしてる眉毛は別に嫌だとは思っていない、嫌だとは思ってはいない2週と5時間って完了、ありがとう。さあ本日はですね、なんか配信でメイクするとちゃんとアイシャドウ塗ろうっていう気持ちになるからいいね。私全然アイシャドウ塗らないんですけど、今日はあかりんさんがプロデュースされてるアイドルのザ・アイパレ03番を使いたいと思います。ここだけ塗ります、暗色で最終の星集めそろそろ準備します。はい、ありがとう。イケメンだわ。まあね、ピアノ習字やっただけあるわハッシュタグとはよし、塗ります。やっぱりアイシャドウを塗ると目がはっきり、ここから目ですみたいな感じになるから、すごいパッチリするんだろうなと最近思いましたオッケー、今日はこんな感じで、今日はこんな感じでいたしましょう。
眉毛ふっとってわかるの、すごく眉毛もうちょっと整えたいんだよね。でも眉毛サロン今行けないから、そう、外に出れるようになったらまずいろんなもののメンテナンスだよね。美容室もそうだし、眉毛サロンも行きたいし、またちゃんと、よし、今日はマスカラはしません。今日はマスカラしないメイクにします。いや、美容院行きたすぎててめちゃくちゃわかるの、うん、長くてもここから顔だって素敵な顔だよね。ありがとう、優しい。やばい、めっちゃこれやばいね、めちゃくちゃクレンジだって、この曲いい曲だよね。そう、ペダルとシャリンと来た道とっていう STU さんの曲なんですけど、めちゃくちゃいい曲、すごいなんか夢に向かって頑張ろうみたいな前向きな気持ちになれる、めちゃくちゃいい曲です。そう、これもソロコンでやりたかったんですけど、なんかその他のソロコンするメンバーとか他のコンサートのセトリのバランスとかがいろいろあって泣く泣く断念、はい、STU とだから知ってる、やっぱ好きですか STU さんの中でも、この曲は人気曲ですよね、もちろん。アイライン引きます。大好きな人が好きって、あ、大好きな歌に歌をかぶせていくって言って、盛り上がるし定番曲かな、そうよね、私も歌ってみたいな。あ、これと夢力は確かに鉄板のイメージがある、 STU さんといえばみたいな。チークもやっぱ顔色的に塗ろう、私はチークを塗ることを決意、イニスフリーの16番塗ります。最近はおうちメイクだとちょっと外側にチーク入れることが多いです。好き、なんかこことかにも入れたりすることもあるんですけど、外側のに塗ります。思い出してよかったが一番好きですが、あー、そうなんだ、いい曲多いよね、なんかすごい、わかります、わかります。声がだんだん上がってきた、お、いい感じ、寝起きからの脱却、あとはリップを塗って、はい、完成、今日の日向完成です。いい感じ、いい感じ、あとはもうちょっと髪の毛を整えよう、私は。はい、お、3週と50カント完了って、ありがとう、嬉しい、たくさんハートもありがとうね、かわいい、かわいい、いただきました。ビンゴって、ビンゴ、いい感じになったねって、ありがとう、いい感じ。素晴らしい、めちゃめちゃ褒めてくれるじゃん、ありがとう、嬉しいですわ、やっぱり褒められるのは嬉しいですね。今日のリップは
オペラっていうところのティントリップ03番アプリコットっていう色ですね。ちょっとオレンジっぽい感じのコーラルピンクです。そう、褒められるの好きだからめちゃくちゃ嬉しい。3時間前の人とは思えない。いや確かにメガネが大きいんだよな私の場合。え、それだけじゃないって。間違いない。褒められて伸びるタイプ。そう、褒めて伸びたい。そう、怒られるの好きじゃないんです。怒られないように気をつける。はい、褒めて伸びるか、イエーイ。フルコース完了って、ありがとうございます。今メガネするとどんな感じ。あ、でももうコンタクト入れちゃったからあれだけど、なんかって感じかも。どうだろう、配信画面から見えてるみんな的にはどうなんでしょうか。メイクは昔と比べて上手くなった、上手くなった方だと思う。本当に何もできなかったから、いろんなメイク用品とかして、こういうのが自分の肌に合ってるとか考えるようになったからかな。やっぱり回数重ねるとできるようになりますよね。やっぱり練習だなって思います。頑張ろう。ね、メガネのひなたも可愛いよ。寝起き感もまた良き、優しいね。ありがとう。大人っぽいメイク本当。まあ二十歳ですから、二十歳なんで。とか言いつついろいろ省いてますけどね。そう、なんか本当はもっとしっかりメイクすればいいのに。いいのにとか言って、マスカラとかも全然しないしさ、アイシャドウとかもさ単色しか塗ってないからめっちゃ簡単にしてて。え、二十歳なのって。そう、二十歳なんですよ。20歳。おうちメイク、はい。寝起きになったらなんか新鮮だったって。本当？全然朝は寝起き感満載で申し訳ないですね。3週50日になった完了です。ありがとう、ありがとうございます。この配信ももうそろそろ終わりに近づいてますけど、このワークもどう、いかがでしたか。私は今日の私を完成できてご機嫌です。3時間前の写真と横並びで比較したい。やめてよ、そういうこと言うとみんなスクショとかさしてるからさ、並べられちゃうじゃん。ひどいよ。次の配信はですね、昨日募集したインスタグラムの質問ボックスをちょっと答えていきたいなと思ってます。なのでいろんな話をしましょう。いろんなことを聞きながら応援してもらえたら嬉しいなと思います。はい、星集めであまり見れてないって、ありがとう。それだけたくさん応援してくれてって本当に嬉しいです。ありがとうね。今戻ったって、ありがとう。それではじゃあ次は12時25分の会議、12時25分にお会いしましょう。この枠もたくさんのコメント、星投げもたくさんやってくれてありがとう。そしてギフトでの応援も本当にありがとうございます。それではまたねー。じゃあねー。